今からおよそ1世紀前、1896年、明治29年。平瀬作五郎が胃腸で、続いて池野誠一郎が蘇鉄で、種の中に繊毛を持った精子を見つけました。この大発見は、世界中の植物学者に大きな衝撃を与えました。皮脂植物などの高等な植物は、花粉管によって精細胞を直接卵に送ります。苔やシダなどの原始的な植物では、精子を泳がせて受精します。この両者を進化的につなぐ植物が、蘇鉄であり、胃腸だったのです。精子を作る種子植物は、現在でも胃腸と蘇鉄の仲間にしか見つかっていません。平瀬、池野の発見からおよそ100年。日本の研究者は地道な研究で世界に貢献し続けています。原始的な植物から高等な植物に至るまでの生殖のありさまを動く映像として見られるようになったのは、西暦2000年を迎えるここ数年のことです。すべての生命は海で誕生したと言われています。やがてその一部が淡水域に進出しました。陸上植物は淡水に住むたった一種類の緑色藻類から進化したと考えられています。メソスティグマは現在の緑色藻類の中で陸上植物の祖先に最も近いと考えられています。緑色に見えるものは葉緑体です。これによって光合成をしてエネルギーを得ています。中央の赤く見える部分は眼点と呼ばれ、光を感知することに関わっています。電子顕微鏡で見ると、2本の鞭毛が中央のへこみから出ています。この2本の鞭毛を使って移動します。細胞壁はなく、鱗片と呼ばれる鱗で体が覆われています。原始的な緑色藻の特徴です。時間を縮めて細胞分裂を見ます。中央がくびれ、2つに割れます。生き物が最初に行った分裂の方法です。単細胞の植物は、体細胞そのものが分裂することによって個体の数を増やします。多くの細胞からできている緑色藻類、これを変えてです。固着生活をしています。細胞分裂によって細胞の数を増やし、体を大きくしますが、個体数が増えるわけではありません。個体数を増やすには、特別な細胞、精子と卵を作ります。透明に見える小さな球が、精子を入れる造成器です。先端にある緑色の大きなものは卵を入れる精卵器です。精卵器の中で受精した卵は多くの細胞で包まれ保護されています。ここに陸上の植物へつながる生殖進化の一段階が見られます。車軸藻は水中から陸上生活に進化する直前の藻類に最も近いと考えられています。細長いパイナップル型の精卵器と球形の造成器を持っています。精卵器の中には卵が一つ入っています。造成器の中にはたくさんの精子が詰まっています。造成器から出た糸のように見えるものは造成子です。造成子は細胞壁で区切られていて、その一つ一つに精子が一匹ずつ入っています。精子は成熟すると水中へ泳ぎ出ます。
精子の泳ぎをスローモーションで見ています。水の中だからこそ精子は卵まで泳げます。では、水中から陸の上に出た植物はどのような適応をしているのでしょうか。最初に水から出て陸へ上がった植物と考えられているのは苔植物です。これはゼニゴケです。有性生殖をしている時期の体を配偶体と呼んでいます。苔の配偶体は地面に接した湿ったところで生きています。メスの配偶体です。色相と呼ばれる組織の内部に増卵器があります。色相の背が低く、増卵器が地表の水に触れているときに受精が行われます。こちらはオスの配偶体です。有機晶の内部に造成器があり、精子が作られます。造成器は水をかぶると精子を放出します。精子が泳ぎ渡れるだけの水の層が増卵器までつながっていれば、苔は受精できます。有機晶の表面に白く吹き出ているものがあります。精子の塊です。やがて精子は泳ぎ出します。苔の精子は2本の鞭毛を持っています。鞭毛のある側を前にして泳いでいます。これは植物の精子が持つ特徴の一つです。運の良い精子だけが増卵器まで泳ぎつき、受精することができます。受精をすると、卵は色相の中で胞子体になります。胞子体は胞子を作ります。その間に色相の柄が伸び、傘が開いていきます。黄色く見えているのが胞子の塊です。胞子が弾け飛んでいます。胞子は細長い糸のような細胞についています。この細胞が動くと胞子は弾き飛ばされます。胞子が飛ぶことでゼニゴケの生息域が広がり、個体数も増えます。胞子は湿った場所に着地するとすぐに発芽します。シダ植物の葉の裏に見えるのは胞子の入った袋です。シダも苔と同様に胞子で増えます。シダが苔よりも進化した植物と考えられているのは、維管束という器官を持った点です。根から吸い上げられた水分や養分は、維管束を通って体の隅々まで運ばれます。維管束という器官を持ったことで、このシダのように茎が高くなりました。胞子体が高くなることで遠くまで胞子を飛ばすことができるようになったのです。これは生息域を広げるためには有利なことです。シダ植物の生殖をシダの一種、カニクサで見ます。カニクサの胞子体です。葉の先についている袋の中に胞子がたくさん入っています。袋から出て湿ったところに着地した胞子は発芽して有性生殖をする前葉体、すなわち配偶体になります。配偶体はとても小さなものです。配偶体の表面には増卵器と造成器の両方がたくさん作られます。これは増卵器です。卵が成熟すると増卵器の入り口が開き、精子を受け入れます。こちらが造成器、中に精子があります。
水に触れると造成器の蓋が取れて中から精子が吹き出てきます。配偶体の表面に薄い水の層があれば精子は造卵器まで泳いでいくことができます。シダやコケの精子は水があれば卵まで泳ぎ受精することができます。けれども陸の上の水環境は不安定です。そのような環境に植物たちはどのように適応したのでしょうか。植物は種を作ったのです。ソテツの仲間とイチョウは現在の種を作る植物の中では最も原始的なものです。祖先が水の中で行っていた生殖方法を種の中に作り出しました。イチョウは今から2億年以前に現れ、恐竜で知られる中生代に全盛期を迎えました。恐竜もイチョウを食べていたと想像されています。葉や生殖器官の形がその頃からあまり変化していないので、イチョウは生ける化石と呼ばれています。古い性質を残しているイチョウの生殖方法を見ていきます。イチョウにはオスの木とメスの木があります。オスの木はメスの木より数日早く芽吹きます。時間を縮めて観察する方法、タイムラプス撮影で芽吹きを見ています。葉の脇にバナナの房のように見えるものが出てきました。花粉が入った袋、ヤクです。イチョウの雄花と呼んでいます。2週間後のオスの木です。雄花が大きくなっています。花粉が成熟するとヤクが開いて中から花粉が出てきます。黄色い小さな一粒一粒が花粉です。花粉は風に乗ってメスまで運ばれます。イチョウの花粉の電子顕微鏡写真です。イチョウの花粉は4つの細胞でできていて、そのうちの1つが精子を作ります。胞子とよく似ていますが、花粉は空飛ぶ配偶体なのです。花粉が飛んでくる頃のメスの木です。葉の間に見えるのはイチョウの雌花です。
若い銀杏のことです。先端に花粉を取り込む穴があります。受粉の時期になると内部から液が出てきます。液は何回も出入りします。液についたものを液の出入りとともに内部に取り込みます。胃腸の花粉です。液の中に花粉が見えます。花粉は液と一緒に内部の花粉室に取り込まれます。受粉は終わりましたが、すぐには受精しません。卵がまだ作られていないからです。花粉が入ってくると、それから卵は作られます。受粉から1ヶ月後。胃腸は花粉を取り込めなかった雌花、つまり若い銀杏を木から落とします。この時期の受粉した銀杏の内部はどのようになっているのでしょうか。銀杏を薄く切り染色します。取り込まれた花粉の一つが見えます。内部に卵を作る組織、胚嚢ができ始めています。受粉から2ヶ月半、銀杏は大きくなりました。種を割ってみると、中央に大きな緑色の部分があります。成長した胚嚢です。この部分を私たちは銀杏として食べています。先端部分を染色してみると、胚嚢の中に卵ができています。普通卵は2つできますが、1つだけが翌年発芽することができ、片方は吸収されてなくなります。受粉から4ヶ月後、銀杏はメスの木の水分や養分を使ってここまで大きくなりました。内部では受精の準備が整えられていきます。この頃、花粉は花粉管を伸ばします。花粉は組織の中にあるので、卵との間は遮られています。この状態を破るのはメスの組織です。メスの組織の一部が突き出てきて、花粉管が伸びている組織を押し破ります。花粉管の頭が見えています。花粉管と卵への入り口は一つの空間でつながりました。花粉管の中に精子ができる頃、この空間は液で満たされます。種子の中に海が作られるのです。大きく成長した花粉管です。中に将来精子になる中心細胞が見えます。この段階では空間は液で満たされていません。花粉管の中で精子が作られてから海が現れます。中心細胞が精子になる過程を見ていきます。中央にある細長い部分は核です。上下にある大きな丸い粒は
脂肪の顆粒です。外側に小さな粒があります。将来精子の繊毛を作るブレファロプラストです。核の中に核小体があります。花粉管の先端に第一前葉体細胞、第二前葉体細胞、エ細胞があります。中心細胞がエ細胞より大きく成長し、楕円形になる頃、分裂が始まります。核の中に染色体が現れました。核分裂が始まっています。核分裂が終わって、核が2つに分かれています。核と核の間に細胞質が集まってきました。細胞質分裂の始まりです。中心細胞の分裂する様子を外側から見ます。今、現れてきた線に注目してください。狭いくびれが入り、2つに分かれます。胃腸は生殖細胞が分裂するときだけは単細胞のメソスティグマで見たような原始的な方法で分裂します。断面を見ると2つに割れた細胞がよくわかります。中心の線はそれぞれの細胞の膜です。細胞質分裂の終わる頃、ブレファロプラストから渦巻き状に配列して繊毛が伸びてきます。もう一度見てみます。左側の細胞に注目してください。渦巻き状に繊毛が配列される様子がよくわかります。ねじ切れるように2つの細胞に分かれました。胃腸の精子の誕生です。飛んできたオスの配偶体、花粉はメスの配偶体である若い銀杏の出した液に取り込まれ銀杏の中に入りました。それから5ヶ月後、花粉は銀杏から水分と養分をもらって成長し精子を作りました。同じ頃、卵も成熟します。この微妙なタイミングこそ生命の持つ神秘と言えるでしょう。精子が泳ぎ出す頃、メスは種の中に母なる海を用意します。花粉管を出た胃腸の精子は銀杏が作った海を泳いで卵へ向かいます。繊毛のある側を前にする泳ぎ方は車軸も苔、シダの精子と同じです。繊毛は渦巻き状に並んでいます。その構造を電子顕微鏡で見ます。繊毛の付け根は平行に並んでいます。繊毛の付け根は多層構造体に接しています。多層構造体は陸上植物の系統の精子や泳ぐ細胞にのみ見られる特徴です。クラミドモナスなど陸上植物につながらなかった藻類は多層構造体を持っていません。胃腸は受精の時、自分の組織から水を出し、種子の中に海を作りました。胃腸の精子はこの海を泳いで、
苔やシダよりも安全にランまで行けます。ランは近くまで来た精子を入り口へ誘導します。受粉から約5ヶ月後、8月下旬から9月上旬にかけて受精します。受精する頃のソテツの種です。ソテツも胃腸と同じ方法で受精します。10月になると花粉管の中で精子が作られます。完成したソテツの精子です。今、花粉管から精子が飛び出しました。精子は体の形を変えて花粉管から出ます。ソテツの精子は植物界最大です。繊毛は数万本あります。種子の中に作られた海を泳いで卵に向かいます。精子が増卵期に入る様子を見ます。画面中央の暗い部分が卵への入り口です。精子は誘引物質を頼りに入り口を探します。精子が増卵期に入っていくところです。元気な精子は20秒くらいで入り口を通過します。入り口が狭いので精子は形を変えます。増卵期の中に入り終わると精子は形を整えます。今入り終わりました。これから受精が始まります。スギやマツは胃腸やソテツと同じ裸子植物の仲間ですが、精子を作りません。最も進化している皮脂植物と同様に花粉管を伸ばし、卵に直接精細胞を送り込みます。松の雄花です。花粉を飛ばし雌花まで届けます。松の雌花です。松の雌花は花粉を受け取ってから受精をし、種を作るまで3年かかります。松や杉よりもより進化しているのは皮脂植物です。花粉を風に乗せるだけでなく、鳥や虫に運ばせています。皮脂植物の受精をトレニアで見ます。中央にめしべがあり、上下におしべがあります。めしべの先端に花粉がつくと先端はすぐに閉じます。めしべについた花粉です。めしべの水分を吸収して花粉管を伸ばし始めます。花粉管はめしべの中を通り、卵のある付け根の方へ伸びます。その様子をめしべを中間で切って見ています。
花粉管一本一本が一個の細長い細胞です。内部では活発に原型質が流れています。花粉管の内部は安定した水分環境が保たれています。一定の水分が保たれた安全な水路のようなものです。蛍光顕微鏡で見ると花粉管の内部に2つの細胞の核が見えます。花粉管細胞の核と有限細胞の核です。画面下、花粉管の先端に向かって移動しています。有限細胞は分裂して2個の性細胞になります。今核分裂しています。核分裂が終わるとすぐに細胞質分裂が始まり2個の性細胞になります。性細胞は精子と同じ役割をしますが泳がないので精子にあった鞭毛や繊毛はありません。原型質の流れと性細胞の動きをよく見ると性細胞は原型質に流されるだけでなく意思を持って動いているかのように見えます。トレニアでは卵を作り保護する器官、胚嚢の一部が組織の外に出ています。内部がよく見えるので受精の過程を観察できます。胚嚢の中に卵、助細胞、中央細胞があります。助細胞は誘引物質を出し近くまで来た花粉管を入り口に誘導します。花粉管の先端に向かって性細胞が移動しています。トレニアの場合、花粉がめしべの先端についてから約9時間後に花粉管は胚嚢の近くに到着します。胃腸やソテツは受粉から受精までに5ヶ月待つは3年かかりました。被子植物は裸子植物に比べ受精にかかる時間が短くなり受精の確率が高まりました。花粉管の先端が胚嚢の中心までしっかり入っています。今先端が開いて原型質が流れ込んでいきました。2つの性細胞もこの流れに乗って胚嚢に入ります。一つは卵と、もう一つは中央細胞と合体します。これを重複受精と言います。被子植物の特徴です。重複受精は胃腸の精子の発見と同じ頃確認されました。それから100年、今初めて重複受精のすべての過程を生きた状態で見られるようになったのです。苔やシダは精子を作り外界の水に放出して受精していました。ソテツの仲間と胃腸は種子の中に海を作り出しそこに精子を泳がせました。被子植物は花粉管を伸ばし性細胞を直接卵に届けます。生殖の瞬間を見ると生命の躍動を感じずにはいられません。植物の進化と生殖の進化は共に進んできました。地上の緑は植物が進化し続けてきた証です。種の中にはその進化の奇跡が詰まっています。この芽吹きはさらなる進化への始まりです。